スタートです。こんばんは、ダイエット夕食、今日本当にダイエット夕食になりました。はい、時間がもう10時半です。ちょっともう入らないですね。はい、ちょっと悲鳴を上げています。はい、湿度が扇風かけました。 80% です。今土砂降りですね。はい、温度は25度ぐらいですね。はい、風呂上がりで本当は今日本当にダイエット飲食ではお祈りいたします。天の神様、与えた湯の方を感謝します。用意された妻に感謝して、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、思わず文句が出ています。はい、ちょっと余談は、納豆は変わらず納豆ですね。で、今日はだいぶ鮭と卵とニンニクですね。でパイナップル、鮭をほとんどと卵を明日の方、もうお弁当にしました。はい、もう、10時過ぎですね。おやつの結構バナナが、だいぶ効いてますね。とパンですね。ほとんどおやつがもう夕食に近いですね。そういう感じになってますけど、いただきます。ほとんどおやつがロールパンとバナナでもう夕食になってますね。はい、おやつにロールパンはでもしょうがないですね。はい、夜中の2時の夜食にはまだいいですけど、はい。夜は控えめにして、朝をしっかり食べてますので、朝昼ですね。ちょっと夜はもう控えめにしています。はい、ちょっとパイナップルを、おやつの時間で話したんですけど、藤井聡太、残念ですね、八冠が七冠になったですね。七冠が結構長い間防衛維持していたんですけど、小池さんはやっぱ八冠は大変ですね。まあ相手がまあ同じ世代、21歳かな、なかなか、藤井さんには2みたいですね、その同じ世代で。私も将棋は好きですね。好きでっていうか、まあ遊びですよね。納豆ですね。はい、勝ったら嬉しいんですけどね、その遊びでも。ちょっと負けたら悔しいですよね。それを仕事をちょっとまた大変と思いますね、将棋の。はい、小さいね、藤井聡太も3歳かな、3歳ぐらいっていうかな。はい、
以前月刊将棋せ将棋の世界かな、月刊将棋かな図書館に週に1回2週間に1回ですね、2週間に1回見た頃はコロナ前ですね。なかなかコロナがあって図書館に行けなくなって、それ以降ほとんど図書館に行くもう予定がほとんど消えましたですね。その前は図書館に行ってそれからの買い物のスケジュールが多かったんですけど、いつの間にか図書館での見ると私も好きなジャンルが決まってきますね、図書館でも。歴史ものと将棋ものと、あと5冊かな、5冊借りられて2週間ですかね、はい、ほとんどペラペラと目を通すだけですけど、で図書館が新旧のあれですね、入れ替えで古くなった図書館の、その本を、まあ、リサイクルということで、から売買はダメですよということで、お持ち帰りくださいということで、ちゃんとリサイクル用ということで、からだいぶ古い本ですね。もうそれも1人2冊までですね、1回2冊までということで、自由にお持ちくださいっていうのが、それは多分図書館の本の入れ替えで、新旧の入れ替えの時期にあったのをまた楽しみに、どうしても自分の好きな興味のある本ですねがあると嬉しかったですけどね。はい、どうしても、そんな感じで、なかなか最近はもうコロナってもう3年かな、もうだいぶ図書館とは遠のいてますけど、なんか今日もまた石垣島のお姉さんから台湾バナナですね。まだ青いですけど、波照間島の島バナナをそのまま置いていったら結構色づいて、まあ慌てて冷蔵庫に流し込んでいますけど。台湾バナナですね。まあ、夕方のおやつに台湾バナナ1本食べたら本当にお腹がいっぱいになって、はい、ちょうどこれぐらいで納豆が結構納豆もありますね。お腹いっぱいですね。もう10時、もう11時ですね。はい。梅雨の真っ盛りさりですね。私のふるさと沖縄も梅雨明けしたかな、そろそろ梅雨明けですね。はい、睡魔が襲ってきますね。そのまま
良くなったもんね。そうですね、もう。まあ残念ですけど、藤井聡太八冠が藤井聡太七冠ですね。はい。目が本当に今日はこの納豆と本当に小鉢の少しで完食でした。もうお腹いっぱいですね。はい、もう夜の10時半を回りました。はい、マスタートです。梅雨真っ盛りですね。はい、湿度 80% で25度ぐらいですね。はい、マスタートです。明日一日頑張ってですね、今週は、まあ週休2日制ですけど、今週は土曜日曜休みですね。来週は水曜日と日曜日ですね。まあ週によってその集中シフトによって、違いますけど、はい、今日は本当の遅くなりました。本当に、ダイエット夕食ですね。メインが納豆でした。マスタードです。このマスタードの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタン等よろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いします。次回の、こんばんは、ダイエット夕食でお会いいたしましょう。マスタードでした。仕上げです。パシャンプリズ、シャロム、シャロム、シャロム。